お疲れ様でした。まず今日はセレモニーも終えましたけれども、はい、今率直な心境ってどんな感じですか？話すのが苦手なので終わってほっとしてますまあなんかまだなんかサッカー選手という実感があるんであったんで、まあ、今日まあ明日からもう選手たちにも全員揃うことはないので明日からまたじわじわ感じるのかなと思います。そうですね、ちゃんとはっきり決めたのは、2ヶ月ぐらい前だったと思います。はい、それはこうどういうきっかけでそうしようと。そのきっかけまではちゃんと覚えてないというか覚えてないんですけど社長とたまたま話すタイミングがありましてその時に伝えようかな社長に一番最初に伝えようかなと思ってたんでタイミングで会った時にまあはっきりと伝えさせていただきました。このうすうすというか自分の中で引退っていうのを意識された時期っていうのはどうですか？正直今年の最初から膝の痛みとはだいぶ戦って今シーズンで厳しいなとは思ってたんですけど、そうですね、4回目のオペを最後にしたときにこれで良くならなかったら引退しようと決めたので、まあ、案の定というかあまり痛みは消えなかったので引退することを決断しました。まあ本当にここまで2年間どちらかというと本当に迷惑をかけてしまったっていう気持ちが強いのでこれが3年目となるとまたちょっと違うかなって自分の中で思いましたし来年のことが全く想像できなくなったので引退することを決めました。まあさっきもちょっとリハビリできつい時にと言ったんですけど自分が精一杯やったことなので怪我した時もじゃああのプレー前に戻ったらじゃあ足を引くかと思うとそれは多分ないと思うので、まあ、そういう気持ちで毎試合戦っていたので怪我した時にもう、まあ、これでサッカーできなくなってもしょうがないやっていう気持ちでプレーしてるんでそういう気持ちで僕の場合はプレーしないと 100% の気持ちを出さないとこの J1 の舞台で戦っていけないので本当に後悔もないですしあとリハビリ生活で苦しい時も苦しいと言ったらですけどプレーできない時もそうですねやっぱりその何かチームのために力にならないといけないというのはすごい強く思ってたんで自分が怪我して落ち込んでる姿を見せることはしなかったですしそういう気持ちにも本当にチームメイトのおかげでならなかったです。去年丸々1年間は出場がリーグ戦もなくっていう状態ででもその中でチームのためにできることっていうのは告知活動に実際にショッピングセンターに出かけて、はいはい、チラシを配布したりっていうこともなさいました、はい、そのあたりっていうのも自分ができることっていうのを考えて取り組まれた去年は1年間だったんです。もちろんそうですね。永井さんとか藤瀬さんにも連絡してというか いつでもそのイベントとかそういうところで協力できることがあれば時間が空いている限り手伝わせてくださいっていう話はしてました。正直4月に5月ぐらいに最後のオペをしたんですけどその前1ヶ月ぐらいは調子が良くというか痛みはあるんですけどサッカーができている時だったのであれ以上やっぱり痛くなってしまったので一番最初はずっともう話したんですけど高橋由樹に話は正式に伝える時はしたと思います。はい、その時の反応っていうのは高橋由樹選手いかがでした？だいぶ前からもう冗談っぽく今年で最後ならやめるってずっと言ってたんでそんなに驚きはなかったですけど、はい、
彼にもそんなに話す方ではないんですけど、たくさん支えてもらって毎日のようにお茶してすごい助けられたなって感じます。特別試合にそう帯同させてもらうこともこの前の試合がすごい久しぶりだったんで、どういう態度っていうの姿勢でいたらいいのかなってすごい不安というか、選手の気持ちを大事にとかいうか見ながらあれしたんですけど、ちょっと高橋英人はすごく緊張してて、一言だけ二人になった時にメッセージを送りました。それは二人の秘密ですか？いや、そんなことないですね。なんかもう本当に僕はセンターバックで、まあ彼はもともとボランチなのにセンターバックでよく頑張ってくれましたし、僕の中では本当にディフェンスの後ろの方を引っ張ってくれてたし、彼がチームの MVP だと思ってるんで、まあそういう感じで MVP だからもう全然力抜いて戦ってっていう話はしました。そうですね。まあ、できればもう少し残留が決まってから発表したかったんですけど、このギリギリまで来ちゃったんで。そのやっぱり思いはなんか自分だけ引退しますみたいな、なんか自分だけ終わりっていうのもすごく嫌だったんで、最後まで一緒にチームメートと戦ってしっかり残留を決めて気持ちよく発表したかったんですけど、まあよく言えば名古屋戦に金崎夢が PK 決めていればもしかしたら札幌戦ホームでセレモニーをスタジアムでやらせてもらえたはずなんですけど、それは彼にもずっと言い続けて、はい、でも、まあ、来年以降またたくさん点を取ってくれると信じてますし、彼みたいなサッカーに対して熱い選手は本当にみんなから好まれる愛される選手だと思ってます。愛されるという点から言うと、今日のセレモニーを見ても谷口選手がどれだけの存在だったのかってチームメイトからもそうですし、サポーターの皆さんからも大きな弾幕も出てましたけど、その様子を思い出されてどうですか？そうですね、やっぱりちょっと本当にプレーではここ何年も引っ張っていけなかったので、選手がいつも気持ちよくというか結構硬くなっちゃう、緊張しちゃう選手も多いんで、リラックスして練習に取り組める、試合に取り組めるような、自分の中では努力をしてきました。そうですね、本当に、マリノスと、川崎フロンターレと柏レイソルでプレーしたんですけど、間違いなくこのサガン鳥栖のサッカーが、自分のサッカーに合ってたというか、最後まで諦めない気持ち、仲間を思うこと、最後まで戦うとか、そういう姿勢はここに来て僕自身が一番サガン鳥栖というクラブに成長させてもらった部分だし、本当にこれからもこの気持ちを大事に生きていきたいと思います。本当に2年間、ここ何年間かちょっと残留争いをしてしまっていたので、来年は本当に優勝といったらなんかちょっとあれで、本当上位目指して ACL 狙える強いチームになってくれると思いますし、本当にキム・ミョンヒ監督の下でしっかり戦えば必ず一曲が出ると思ってます。試合ですか？まあちょっと自分の中では2015年松本山雅戦のシュートを決めたのがすごい、あそこで負けたら終わりだったんで、
その緊張感の中で、まあ、たまたまそのゴールが取れて勝てたことは、あの一番鳥栖に来て貢献できたなと思った、あの唯一の試合というか、はい、だったので、あのそこのところは良かったというか、はい、ほっとした気持ちが強かったです。オリンピックもそんなになんか申し訳ないんですけど、そんなに覚えてないというか、はい、3連敗してしまったし、なんだろうな、はい、すいません今あんまり、はい、あの本当に得られるものって言ったらおかしいかもしれないですけど、あの本当にサッカーがめちゃくちゃ大好きで、あの多分こういう怪我がなかったら多分やめられなかったんで、その2年間で、あの心の準備というか、あのそれができたことは、まあ、今こうやって思ってみると、あの良かったと言ったらあれですけど、うん、あの怪我じゃなかったら絶対サッカー行ってるので、はい、あのまだあのちょっとはっきり決まってはないんですけど、あのサガン鳥栖とか、関わりで、あの仕事をさせてもらえたらいいかなと思ってますし、将来は指導者とかそういった道に進んだりとか、指導者はあの取りに、あのライセンスとかも取りに行ってるんですけど、あのなんせあの人に伝える力がないので、あのまあ今のところはあの指導者として監督としてってことは考えてないです。あのまだそれも決まってないんですけど、あの将来的にはあの、まあ小さい 子供というか、あの、まあ、指導者というとそのユースとかになっちゃうんですけど、まあ、小学生高学年の子たちに、あの自分があの経験したあのことを、小学校の時にあの自分があの変われたというか、そういうきっかけを作ってくれた人たちが大人の中でたくさんいたので、あのそういうなんかおこがましいですけど、こうそういう人になれればいいなとは今考えています。さっきあの嫁さんも言ってたんですけど、僕すごくせっかちなんで、 あんまりなんか休みたいって気持ちは特になく、あとはあの実はあの新婚旅行に行ってなく、はい、あの嫁さんにあの何回もあのハワイに行く行く詐欺だって言われてるんで、あのなんか僕自身そういうところに行くとあの 100% オフになるのは嫌で、はい、あのちょっと あんまり海外旅行好きじゃないんですけど、連れていかないといけないなとは思ってます、はい、ぜひそれをしないと多分大変なことになっちゃう間違いなく、はい、家庭の方も終わっちゃうんで、なんか予定はされてるんですか、はい、ちょっとまだあのそれもしてなく、はい、これからそうです、ね、ハワイハワイなんですね、やっぱりハワイもいろんな島だね、はい、僕には分からないですけど。じゃあでもそれぐらいこう長期な旅行とか行けるような時間がこれまでの16年間含めてなかったっていうことなんですね。はい、まあ、あったとは思うんですけど、僕はそういうタイプではなかったので、うん、はい、ぜひオフシーズンに、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。すみません。